さあ本日もスプラトゥーンやっていこうかなと思います。前回はですね、サイト6をね全制覇して、あとね強化しときました。ヒーロー装備ね、前回ここ強化、この2つ強化したと思うんだけど、イリコニウム、攻略情報をちょっと調べてみて、居場所ね2つ見逃してて分かったんで、小ジャケの攻撃力アップっていうね、なんかもう俺いらないんじゃないかなこれ強化してて俺いらないんじゃないかなと思うんだけど、まあとりあえず、こちらの小ジャケね、まあ小ジャケと一緒に頑張っていこうかなと思います。おそらくこれがラスボスになるでしょう。いきましょうか。ロケット、これでじいちゃんいなかったらどうするでもこれでじいちゃんいなかったらもうよくない？もう諦めよう、マジでもうこれでじいちゃんいなかったら諦めようよ。もうヒーロー装備の強化大丈夫、もう完璧です、最強です。いきましょう。多分戻れない、最後に確認だな。いいんだな、と司令は言っとるよ。行こうじゃないか。サンゴ、じいちゃんはあそこだ。いる？いないけど。大丈夫かな。でもでも、ボーボーのケバインクで近づけそうで、やばいね。なにこれ、クマさんの毛？あのゴーゲは、小ジャケくんでも無理かな。さすがにね、これはなんか、モンスターじゃん。この宝を組み立てたら使えんじゃね？あ、さ、カットするみたいな感じ？あのケバインク。そっか、ホタルちゃん。あ2号ナイス言っちゃったじゃん、ホタルちゃん言ったちゃじゃん、言っちゃったじゃん。お宝合体掛け声と、何どんなものできるのこれ。え、そうだね、俺これ気になってたら何ができんのかなっていう。なんだ、うん、おすごい、これがあればあの合計をさっぱりできそうですね。あ、なるほど、やっぱそれ合ってたんだ。では指令お願いします。うん、これ指令ってほとんど。おーおーおおお、え、すげえ、待って、スプラトゥーンこんなに、アニメじゃん。別ゲー始まってる。別ゲー始まってる。え、スプラトゥーンでさ、こんなさ、モーション初めて見た。トゥルトゥルになっとる。でも、ぶち壊れとるよ。やったねー。だけど、せっかく大丈夫あれ。面白すぎるなんだあれああ急に来た。で、あ、マップ開けない、マップ開けないんだ。あれ、こんなタンクってこんなでかかったっけ。まあいいか、とりあえずやっていこうかそうなんで、壊れちゃってんでもっと有効的な使い方あったんじゃないのいきますか。指令大丈夫ですか。久しぶりに動いたら捻挫した。ここは任せて先。わかりました。指令の覚悟、無駄にはしません。小ジャケが邪魔してる。左下で。行こう、3号。なんだ？すり身連合じゃない、これ。これはすり身連合だわ。おい、来たよ。わしらがそう簡単に引き下がると思ったら大間違いになるじゃん。ここで引いたらスリメレンゴの治れや。痛めに遭わなきゃ。おとなしくそのお宝を置いていくじゃん。もうぶっ壊れてるって。ぶっ壊れてるから別に開けてもいいんじゃない？えいかわいいな。あ、モスコンシー、お好きにどうぞ。そうなんだよね。ぶち壊れてんですよ。役目は終えたんです。え？お宝いらへんの？ライバルとして一番困るのってさ、追い求めてたものが別にいらねえよって言われた時だよね。マジで、え、ライバルとしているのに、えってなっちゃう。何で競い合ったらいいのみたいになっちゃうよね。めっちゃおもろいな。どうぞどうぞ。ほんまに？え？譲ってくれるんか？何度も喧嘩ふかけたわしに。多分この二人は、お宝が、これがぶち壊れてるっていうのが分かんないんだよ。初めてこのお宝を目にしたから、このお宝がぶっ壊れてるとは思ってないんですよ。もともとこういうもんだと多分思ってるんだよ。だから、ええの？みたいなこと言ってるんだと思う。予想ね。なんと懐の深いお宝じゃ、お方じゃ、ごめんね。めっちゃ礼儀してる。ならば、姉子。姉子と呼ばせてほしいのじゃ。急に変わったな。姉子。えいー、わー、すごいよ、ホタルちゃん。ホタルちゃんにシャティができちゃった。いいな、シャティって何？シャティ。
射程？めんどくさいことになった冷静キャラだもんな、ホタルちゃんは。にしても姉子たちの顔どっかで見たのか、気のせいかの。うん、気のせいじゃないと思うああぶち壊れちゃったな。まああんだけやったらそれ壊れるか。そうだよね。あ、こう反応あるね。でこれで行くでしょ。はい。おお、おじいちゃんずっと上の方にいるはず。引き締めていかんとね。わあ、すごい。めっちゃ登っていける。サンゴお願い。力を貸して。もうずっと貸してるよ。当然付け合ってはくれるんじゃの。えい、さあ行こう。さあ行こう。無限の彼方へ行こうか。んで、この中入る。うわ、すげえ。え、なにこれ。道のりがありそうだね。てっぺんまで行くまでに。あ、もう行き、え？いきなり始まんの？報酬ゼロ？おとなしく見学。なになに？エントランス。なんだこれ？え、観察できんの？え、おもろおもろ。ちょっと待って、スプラトゥーン新しい要素入れてくんの好きだな。あ、ヒーロー装備取られちゃった。マジ？ま、真正面から言ったらこうなるわな。罠だけにか。えい、装備はこの先に送られたみたい。やだな、なんか装備送られたってひどくない？なんか裸にされたみたいじゃん。変態じゃん。こじやけちゃんいるし、なんとか進めないかな。いちごってたまに無茶言うよね。さあ行きましょうか、とりあえず。ん？あー、そういうことね。そういうことね。こじやけで、あ、で、このまま行きまして、開きます。で、攻撃ができないので、え？あれってどうやって終わるんだ？あ、こじゃけを使えってことか。あ、待て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 、勝手に話しちゃった。で、はい、オッケー。あれあれオッケー、よし、しっかりと倒していきつつ。あー、地味だな。でもさ、これ俺の攻撃手段がないのよ。だからもうこれしかないんだよね。来たタイミングで。オッケー。倒して、あー、くるくる、来て、来てる来てる、来てる来てる。オッケー。いや、マジで。もうちょっと来て、こっちに。こっちに来てほしい。よし、完璧。いや、これね、あの、サンゲと、サンゲちゃうわ。サンゴとこじゃけ、あ、ちょ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 、なになに？なに？え？どうすんの、これ。こっち向いてる。こっち向いた、あっち向いたタイミングで行ったらいいのか。あっち向いたタイミングで。え？え？行けなくない？あ、そういうこと？そういうこと？オッケーオッケーオッケー。ちょっともう一回行こうか。結構長いね。うん、すごい耐久してくれてる。行ける？オッケーオッケー。え、すごい。小邪形の体力？え？え？え？すごっ！めちゃくちゃあれじゃん。あの、めちゃめちゃ耐久してくれるんだね。で、これで、用を終えたらこう行くと。で、そう言って、あ、うま、あ、なるほど。え、待って、見学すげえ面白いな、これ。ドアの、ドアが2つもあるよ。ドアが2つも、あ、これね、これのこと言ってんのかな。で、まず、チェックポイント取りまして、近くに鍵あるかな？そうだな。こじゃけちゃんで行くしかないよな。装備取られちゃったんだったら、仕方ないよな。撃てないんですよね、これ。あ、ここにあった。じゃあ、この下から網くぐって行きのして、あ、いけない。匂い。匂いって何の匂い？なんか、焦げ臭い匂いする？フローラルの香りがするけど、俺は。この下に行きます。何これ、どういう迷路これ、どういう迷路になってんの。なんだ、こっそりおやつ食べたのバレた、バレたかって。食べてたの？いちごちゃん何してんの、俺が必死に頑張ってる時に何食べてんので、こっち行く。あ、ここでこじゃけにやってもらって、オッケーオッケーオッケー。で、行ってもらいまして、続いてこちらに行きます。で、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。あー、待って、そういうことしてくんだ。いや、でも俺のこじゃけ強いよ最強レベルだもん
で、この辺にやりまして、よし、いいよ。で、鍵、あー、ようやくもらえたね、鍵。で、こっちはいけない。こう下行くと、ん？どういう感じになってる？なんか新しいとこ来ちゃったけど。あー、こっちやられちゃった。やられちゃった。確かに似てるよね、さっき通ったところと。はい。はい。で、これで、オッケーオッケー、こういう感じね。こういう感じ。あ、なるほど、うまい。これで、小邪気をこっちに戻して、んで、こっちに来させる。こっちに来させる。はい。あー、やられちゃった、ごめん。で、近くにまで来させといて、上に乗る。上に乗って、この辺に鮭を置く。オッケー、うまい。ちょっと黙っちゃったな、ごめんね。やっぱ集中しちゃうね、こういうのって。鍵2個目もゲット。さあ、いくらもゲットして、しっかりとこの辺も。なにこれ？ん？それで、おっと、おっと、おっと、これなんだ？あれ意味あったのかな？今の足場って。おっと、え、なにこれ？あー、風船？風船を割っていくスタイルね。地味だな。アメちゃんみたいな形やね、今頃。そうか、風花見たことがないのか、この風船を。風花なのに風船を見たことがないんだ。落ちてっちゃったけど。で、下落ちたらダメだよね。落ちたらダメだよね。で、じゃあどこ行くかって考えたときに、これなんだよね、一番怪しいのが。もうこれ、お？おっと、おっと、おっと、わかったわかったわかった。なんか上がってたぞ、今。なんか上に上がってた。これだ。え、でも、え、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと塗らんといけんのか。あ、この状態で、あれ？インク足らずだった。これで、わかったわかった。オッケーオッケー、これで塗って、塗っといて、小邪気をここに踏ませといて、俺がそのうちに行くと。うわぁ、ちょっと頭使うね、これ。どうやっと、なんか、ハードルみたいなの出てきたけどね。さあ、ひとまず行きまして。うわぁ、スナイパーみたいなのいるけど。大丈夫、サンゴは負けないよ。ちょっと今は無理。今は無理、さすがに。はい。この辺で、OK。こんな感じで。めちゃ楽勝。圧勝したんだけど。で、こんな感じで行って、出口。怪しい気配。マジで？そういうことしてくる？いや、でも、俺には小邪がいるから大丈夫。頑張れー、頑張れー、素晴らしい、ありがとう。で、鍵が折ってきたからこれを使います。素晴らしい。からの、はい、素晴らしい。で、行ってから、あ、戻ってきたよ。戻ってきたね。戻ってきたね。あれ？戻ってきたわけではないのか？ん？どういうこと？ ん？ ん？え、なんだなんだ？え？どういうこと？え？え、戻ってきたけど。あれ？合ってる？あれ？あれ？あれ？終わりじゃない？ん？ちょっと待って。あ、この中に入れるのじゃ、鮭を。あ、すわけではない。なんか、やばいことしちゃったの、俺。違うなぁ。え？ちょっと探索してみるか。ん？待って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 。あ、これか。これね。なんだ、これを起動するでいいんだ。オッケーオッケーオッケー。よかった。あ、ヒーロー装備戻ってきたよ。めっちゃ簡単だったんだ。でもさ、なんもないからびっくりした。この先、罠があるかもしれん。注意していこう。この先も注意していく。ん？この先って何？こっちじゃないの？あれ？戻っていく感じ？巻き戻り？え？まさかの？まさかの巻き戻しかな？元あった場所に帰るみたいな感じ？あー、そんな感じかな？オッケーオッケー。それだったら楽じゃない？だって、鮭も使える上に、だって普通に俺、
こうやっていけるわけじゃん。ここね。多分ここね。そういうことね。そういうことね。戻る意味なかったわ。え？装備取り外せ、返せてよかった。さあ、急がんとあかんのやろ。よし、サンゴ、どこか入れそうな場所を探すよ。入れそうな場所。あ、でもさ、俺ちょっと待って。クマさんとやらわしを縛り付けてどうするつもりじゃ。私はこれから地球に生きるすべてのものを救う。君は地球の代表としてその手伝いをしてくれたまえ。すべてのものを救う？救うの？クマさん？ん？よう分からんが、さっさと、え？さっさと罠を、安心するといい。すぐ自由になれるよ。なんかこ、なんか、やられるみたい。そして、新しい時代の扉を開くこともできる。何を言うとるんじゃ、お主は。寝ぼけておるのか？クマさんはさ、何を考えてんだろうね。え、マジで。あの、クマさんってさ、なんか、あれなんかな、すべてのものを救うためにとか言ってたけど、ああ、こう、行けってことね。おー、すげえ、なんか書いてあるな。わしゃって書いてるわ。俺さ、なんかさ、小ネタ集みたいなさ、あれでさ、この辺から、この辺からさ、バグ技使ってるやつ見たことあるわ。あ、ここのサイトだったんだ。俺ね、なんかね、スプラトゥーンのさ、まとめ集みたいなのでさ、なんだっけな、この辺からさ、バーって行ったら飛ばせるみたいな。すごいよね。この辺なんかさ、鮭であったりしないかな。あ、ないか。もう試してみたい感はあるんだけど、まあ動画だからちょっとやめとこうかな。試してみたい感もすごいね、強いんだけど、まあ、動画外でやるか、なんかするとは思います。あ、また来れるかもわかんないけどね、そもそも。これは？あ、こっから行けってことか。じゃあ、行こうかな。さあ来ました、第2ステージ、オルタナ宇宙センター、倉庫かな？結局この先は、侵入禁止区域です。現在発射シーケンスが進行中のため全てのルートが通行不可となっております。通行が不可、危険地帯らしいですね。じゃあ使っちゃうか。危険地帯なんだったらもう俺は使っちゃいますよ。あ、土地の得たら進めるっぽい。なんだ、通行止めじゃないじゃん。まあ危険区域か。あ、いるね、この辺にいるから。しっかりと、あ、なんか変なのいるね。なんか変なのいるわ。で、しっかりと出てきます。はい、倒していく。そうすると、こっちが開くと、こっち行けたりしないかな。特にないね。いや、進んで、あ、なんか曲が違う。曲が違うぞ。いけるか。オッケー。しっかり倒していきます。鮭ちゃんをね、うまく使うのが結構重要かもしんない。オッケー。これで、あ、待て、なんか破れた。え、待って、嘘。大丈夫？大丈夫かな。はい、鮭ちゃんをしっかり使っていくんだけど、しっかりと横で避けていく。横で避けていったら完璧。よーし、完璧。で、これをしっかりとやる。よーし、完璧。で、こっから行きます。なんかいるね。なんか変なやついるよ。で、しっかりと鮭ちゃんで攻撃しつつ一緒に頑張る。よーし。いいね。なんか鮭がさ、すごいいい役割してくれることに今頃気づいたわ。本来もうちょっとね、優しい、ね、あれできると思うんだけど、その、クリアできるとは思うんだけど、俺がサブとかスペシャル、ほとんど使わないもんで、どうしてもね、あれなんだよね。よし、体力が、いや、鮭の体力が高すぎるな。だからさ、そっちにターゲットが行くんだよね。だからその間に俺が攻撃すると。その調子で頑張って。いいね。行きます。使います。なにこれ、なにこれ、え、なにこれ、あ、雨降らしね。いや、ちょ、あっ、これで、雨降らし使います。で、どうなる？めちゃめちゃ楽勝だったわ。ちょっと近寄りすぎたね、今のは。今のはちょっと安易に近寄りすぎた感はやばい。んで、これしっかりと攻撃していきつつ、よし。しっかりとダメージをやっていく。スーパー着地があるんだよね、ここに。スーパー着地。いや、こっちの方がいいな。吸引機か。吸
雰囲気いいね。相手のインクを吸い取って、はい、どう、いいね楽しい楽しいな。でそのまま進んでいきます。絶対なんか来る、ほらね、これ絶対なんか来るとは思ったのよ。はいはい、あ、あ、待って、なんかいる、なんか来てる、なんか来てる。よし、しっかり倒していく。あいちゃー、バルチャー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 、よーし、完璧。で、このままいきます。ここ塗るね。で、アーマーをしっかりゲットし、アーマーをゲットしておくことによって、なかなかやられづらくなる、みたいな感じね。んで、あっこにまたなんかいるね。嫌な奴がいるね。しっかり、めちゃめちゃ弱かった。カニタンク、はい、はい。あ、待て。あー待って、これいけるか、いけるか、カニタンク大丈夫か。で、ちょっと待って、髪の毛が目に入る、ちょっと待って髪の毛が目に入る。よし、でこのままいきまして、いいですね。いや楽しいね、この敵と勝負するんだけど、いやらしくないんだよ、敵の配置とかが戦いやすいんだよ。だからね、めちゃめちゃいい。あ、最初にチェックポイント来ました。で、あっこね、あっこ乗る感じね。オッケーオッケーオッケー、わかりましたよ。これ苦手なんよね、俺これ結構苦手なの、うん、俺結構苦手なの、この避けるやつでしょ。待って、バレなくない、え、バレなくない普通にバレなかったら強すぎんって感じだけど、よーし完璧で、やっていきます。お、ナイスからの、うん、めちゃめちゃ天井だな、めちゃめちゃ天井。お、上に登ります。そうすると、あ、ここに来た。ふうも、おじいちゃんの発信機の様子は、向こうにある発射台の方やね。ここから飛び移るのはさすがに無理そう。下の方で繋がってるみたいだし、中から行けるかも。右の施設に忍び込めないかな。右の施設に飛び込めない。こっちかな？今は世界がバランスを失っているんだ。ほう、哺乳類と魚介類、入れ替わってしまった者たちを。あるべき形にしな、してあげなくてはね。そのため、競馬インク、そのための金いくらなんだ。みんな本当によく働いてくれたよ。おい、わしの話、聞いておるか？なんか、状況がつかめないけど。まあ目的があってね、クマさんもやってるみたいな感じよね、完全に。まあ、目的ないといえそりゃやんないか。でそのためには当たり目の力がいるからさらったみたいな感じね。あー、まあまあまあ、でもさらうのはなんか違う気がするんだよな事情ちゃんと説明してあげないとさ、わかんなくない？それでさ、納得するかしないか決めてさ、ね、勝手な判断でさ、クマさん勝手な判断で良くないと思いますよ。じゃあ行きますか。よし、ここなんか汚そうだけど行きたいと思います。3ということで、おお、これはなんだ、リフトか、なんか暗いとこだね。確かに暗いわ、ホラーゲームじゃん。視界が悪うてかなわんわ。確かに視界悪いのって難しいからね、ホラーゲームだからね、ただので。これを、え、何、しまった、びっくりした。塗ります。あー、動く系ね、動いてなんか叩いていく系だ、こうやって。あ、当たってる、当たってないね。はい、オッケーオッケーオッケー。こんな感じで、じゃあちょっと手前に動きやすいようにちょっとね、塗っとくのもありだな。あー待って、塗られる、やだやだやだなんか来た飛び乗ってきたんだけど、なんか飛び乗ってきたんだけど。 OK、 完璧、しっかりやっていく。よしで、あー、なんかいるねー、なんかやだわ。うわー、スプリンクラーがめっちゃあるでもそんなに脅威じゃねえ。来るよ。はい、待って、くそ、真ん中いなかった。はい、完璧、よし、はい、なっ、よしよし、苦難の末できましたね。え、で下に降り、いや、まだ下ようなくていいな。終点かな、
いや、まだでしょ。さすがに終点ではないでしょ、まだ。んで、下行きます。下、あー、そういうことね。まあ、このキャラクターはそんなに強くはないんですよね。真正面いると。んで、なんだ？なんかピーンって言ってるね。誰誰誰誰？なんかピーンって言ってたけど。何？あ、また新しいのスタートすんのね。オッケー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 。また、な、急降ってくる。沈むように落ちてきたね。沈むように。あ、待て。あま、あま、あま欲しい。よし。これ、上から来てる。上からの攻撃。でも俺は、勝てますよ。そんなんじゃやられませんよ。はい。そんなんじゃやられません。はい。しっかりと、この辺も、シューってやっていきまして。なんで今一瞬ネズミみたいになった？シューって。で、これをしっかり破壊します。この辺も破壊。な、ちゃんと。な、くっ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 。よし。はい。いきます。鮭をしっかり投げつつ、あ、強い。鮭が明らかに強いんだよな。で、動いた、あ、一応動いてるっぽいね。で、なんかリフト広くなってないが、まあ合体したからね。あ、来る？で、しっかりと、待って、落ちてくるのは、しっかりと確保しと、しといて、あ、いるね。ここね。はい。まあ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 。はい。よし。来るね、来るね、来るね。どこどこ？どこだ？なんかいる？なんかいるよね。なんかいるわ。なんか変なのいる。なんか変なのいるわ。なんか変なのいる。なんか変なのいた。なんか6個あったの今。あ、かわせるっぽいね。オッケー。ちょっとね、ちゃんと確保しておきたいんで。よし。で、行こうか。あ、なんかまっすぐだな。あれ、ホラーゲームであったぞ、こんなの。おー、あ、結構、すんなりいった感じだわ。だいぶ降りてきたね。じいちゃんの反応。やっぱり、発射台の方にあるみたい。あ、もう近いわ。上に、ちょんちょん行ってるわ。ちょめちょめ行ってるわ。あっちに行けそうな道は、あのパイプ、ロケットに繋がっておるぞ。パイプの中を通れば、向こうに行けるんとちゃう？ぐいぐい来るな。うわ、なんか、うわ。あれ？あっち行ったらどうなる？あっち行ったらどうなるんだろう？あ、帰ってきた。まあ、とりあえず、スリメ連合のみんなはなんでお宝を狙ってたの？それ気になるな。なんで？実はバンカラ町の大ピンチで、苦しんどるからお宝を売れば少しは足しになるか。あー、なるほどね。なるほど。売ってお金にして助けようってやつか。えいーって言ってるわ。えいーって。なるほどね。お金をね。スリメ連合が狙ってたのはお金だったと。お金狙いで、その、お宝を売れば金になるんじゃないかっていう。なるほどね。割と単純な考えなんだけど、まあ、その辺ってさ、明かされないとわからない部分だからさ。で、これって、いけ、あ、ダメっぽいな。まあ、ひとまず、このケバインク消したいんだけどな、俺個人的には。このケバインク、やだな。やだな、あのケバインク。まあ、とりあえず行きましょうか。よし。続いて、ステージ。なにこれ。催眠術かかってるみたい、俺。催眠術。これ落ちたらどうなる？あ、あ、もうすぐじゃん。もうだって、あ、これ光ってるから次ぐらいじゃない？フロンティア、仮想。うわ、すごいとこだ。ロケットの中だ。あの上にいると。道が上までぐるぐる続いとるね。螺旋階段みたい。ここあれっぽいね。なんかクレヨンしんちゃんっぽいよね。映画の。映画のクレヨンしんちゃん感が結構すごいわ。あの、赤いさ、鉄筋の部分とかさ。あ、このケバインクも消しされないと。でも、この辺は任せてくださいよ。まあ、楽勝っすよ。この辺はね。楽勝っすよ、皆さん。はい。しっかりね、シャケちゃんと一緒に頑張れば、俺はいけるってことに気づいたんで、しっかりとシャケちゃんと一緒に攻撃する。そうすると、勝てるんです。いいね。いい感じですね。いや、曲もいい。曲多分聞こえないと思うけど、いい。俺の声で書き消されると思うけど、めちゃめちゃいいですね。で、このまま進んでいく。チャッ！いや、塩辛節が俺めっちゃ好きで、スプラトゥーンのね、曲だと。だからね、ラスボスで流れてくれたら、
すげえ嬉しいなって思いますね。いきますよ、しっかりと倒していくよ。しかもピゲんでいきます。うわ来てるねー、来てるねー、来てるねー。でこのままいきます。やっかっか、めっちゃ敵いる、めちゃくちゃ敵いる、危ないよ。でも俺はやられない。よし、しかもピゲ、その調子やで。そうだね、めちゃめちゃいい感じに来てるんで上登ります。この辺はさすがに敵のガードが硬いの、まあ硬いか今までの方が硬い気もするけどね。え、待って、動く動くあれ倒す意味ないのか。なるほどね。よし来た。ここで、そうか、これはインクレールじゃないから倒す意味はないと。でそのまま行きまして、いやここ行きたいな、しっかりと。あ、いける、あ、やっちゃった。え、さあやりまして、ん、合ってるよね、こっちじゃないよね。いくよ、せーの、よしなんで届かなかったのさっき、マジ謎すぎたんだけど。ケバインクはね、一撃でやられちゃうんでね、それだけ注意しないといけない。でこの辺なんだ、あ、壁を登るって感じで、ね、さっき俺がやらかしたやつね。 OKOK、 完璧。えい、ハラハラしたって、そんなハラハラしてないけど俺は。んで、行きまして。まあ、これ破壊しなくていいかな、特に。よし、この辺。で、あっこ行ける？あっこ行けるっぽいね。あっこ行って、はい。いいよ。はい。あ、待って、いる、なんか、邪魔なやつがいる。邪魔、まあまあまあがいるね。で、まあ、行きまして、はい。で、上に行きます。なんか取ります。ウルトラ反抗しながらバンバン進む。オッケー、行こうか。ちょっとそれはないっすよ先輩。さあガンガン進もう。ちょっと待ってね、先にやっとこう。よし、危ない、落ちてっちゃった。絶対落ちる人いるよね俺みたいに。もうそういうの良くないって。あ、シャッキー飛ばしちゃった。あれ、ここって大電池なまつ、あ、大電、本当だ。え、オーデンジナンバズも捕まってたの、マジで。オーデンジナンバズ捕まってんだけど、え、ボスいっちゃうもんこれそのまま。え、どうだ、オーデンジナンバズ、おお、まだあるっぽいね。上層、上層だからまだあるのか。まもなく発射シーケンスが最終段階に入ります。閉まります、ご注意ください。締められてもた、いけずやないけずっていうか、まあ相手も必死だからね。エネルギーコア、これなんだろう、梅干しみたいな感じ。あそこに踏みスイッチもある。エネルギーコア集めてスイッチ踏んだらいいことあるかも、いいことあるかもいいことあるかもってなんだろう。あの、できたらやってみようねみたいなそういうノリやめてくんない？やってくださいじゃないのこれってやんないと進めないでしょ。物は試しちゃう。ではパパッと集める、このオッケーです。これどうやって集めるんだろうね、触れないといけないっぽいわ。でしっかりと、あー、まあ拾うけど、あの狙われてるっていうね。でそのまま行きます。あ、ここも行ける、あ、行けないね、網なんだけどな、網なのに行けないのか。さあこれしっかりと倒していきつつ、これなんだ、あー、食ワンダーか、食ワンダーいいな。行きましょうか。あ、待って、オッケー、よし、しっかりと拾っていきまして、はいはいちょっと待って、むずいちょっと待ってね、あっこね、はい、しっかりしない、まあ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 、こっちにしっかり拾います。はいはいねえねえ、ちょっと待ってよ。いける？あ、いけた。これで全部ゲットね。早かったね、全部ゲットすんの。でまあ食ワンダーのまま登ってったらいいんでしょ普通に。危な。でここ踏むと、踏むと、あ、開く。非常用システム作動、第一壁を解放します。漢字が難しいんだよね。
まだあるっぽい。3号ガンバ。OK です。頑張っていきましょう。ね。何すんのこれ何すんのこれ。ん？あっこら辺使えって感じかな。あ、こんな感じ？オッケーオッケーオッケー。わかったわかった。で、ケバインクに触れるとやられちゃうので、そこだけ注意だよね。しっかりとこの辺から、はい。ゆっくりやっていこう。焦らなくてもいいんだ。ゆっくりやっていこう。ねえ、これ難しいな。しっかりとゲットしたいんだけど、あっこがね、大丈夫だった今の。終わったかと思ったけど。しっかりと回収していく。この上とかも回復しといて、はい、この辺捕まります。もう一回戻ります。あ、これちょっと難しいな。待って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 、そういうのなし、そういうのはなしでお願いいたします。上に登るでしょ。まず上に登って、上に登りたいんだけど、あー、どうやって捕まえたいんだろうこれ。これ待って、これケバインクの餌食になる。はい、待って、ダメだな、ダメだなこれ。どうやって行こうか。あれ取るの難しそうだな。まあ、まず他のから取るか。他のから取り、なに、いるいるいるまさかのいたんだけど。これも難しそうだけど、あ、これはこれだ。のっけのっけのっけ。あ、そういうことね。オッケー。あと1個、あと1個どこ、あと1個どこ。あ、ここね。なあ、ここが難しいんだよね。どうやって取るんだろうあれ。同じ感じかな、多分同じ感じだと思う。あ、こういうことね。あ、こういう感じね。オッケーオッケー、わかったわかった。オッケー、今の大丈夫だった。これも全部ゲットしたね。あとは登るだけ。落ちる落ちる落ちる、あ、登るここまで集めたのにやめて。よし、来たんじゃない。まだあるまだある。その調子じゃ。もうだいぶ上の方来たね。あ、出口らしきもの発見。あれ、同じ方向で開けれそう。あと少し踏ん張ってほしい。どっから行く。こっから行けそうだね。この辺から。この辺から行けそうで。はい、やっていきます。チェックポイントゲット。エネルギー不足。失敗しましたって書いてあるね。で、ああ、そういうことね。で、ああ、そういうやつか。そういうやつね。え、待って待って待って。え、待って。うん、そういうやつか。マジかよ。マジかよ。そういうやつね。とどまってたら、ダメみたいな感じね。待って、大丈夫俺。しっかりとやっていく。でも、俺結構いけるんですね、こういうの。他ある？ん？終わったんじゃないこれ。あれ？終わり？なんかもう、OK じゃない？あれ？まだある？え、なくない？ん？あ、あっこにあるわなんか取り逃してたわ。で、しっかり取ります。はい、よし、しっかりとやりまして、来たんじゃない。おー、来たー。扉のロック解除されて、で、あ、もう来たじゃん。次ラストじゃんこれ。あ、うわ、とうとう来てしまった。必要なものは3つ。正しき器と正しく魂、そしてそれを正しく導ける頭脳。な、近寄れてない。何しようとしてんの。痴漢？大丈夫、当たり前さん大丈夫かな。女性だった。経験を積み上げた君の頭脳は美しい。そのエキスであれば申し分ない。え、チューするとでない。あ、え、本当にセクハラじゃんどうするこれで。当たり前さんが女性に興味なくなって男性に興味持ち始めたら、すごいことになってそうだね。そうだね、危ない感じはするわ。急ぐよ3号。
わかりました。うわ、待って、うわ、なんかこの静けさ怖いな。謎の静けさ。やばいわ。これもう来たんじゃない？もうこれ、来るでしょ。やばい。え、もう来ちゃうの？最後の。何かを塗れば何かが消える。そして何も消さずに新しい色を塗ることはできない。なんか深いこと言ってるんだけど、深すぎてよくわかんない。深すぎてよくわかんないんだよね。で、行きまして、こっちかな。うわ、待って、扉みたいなの見えるけど。じいちゃん、助けに来たよ。え、待って待って、やばいやばいやばい。吸い取られた後じゃん。なんだ？おお、クマさんじゃない？これ、うおお。 勝てない勝てない、これは勝てない。諦めよう、逃げよう、みんな。もうじいちゃんいいじゃん。もう実験体クマ3号。ちょっとケムクラじゃら。じいちゃん元に戻して。え、顔かわいいな。リラクマみたい。気にすることはない。これからすべて元通りになるんだ。元通り？クマさんが思う元の元通り？なんね？音楽はちょっと可愛らしい曲だけど。え、じいちゃん吸い取られたけど。魂とか頭脳全部吸い取られたけど。側だけ残ってたね、今。これどうなる？おお、え。手が、ケバインク。アルバイト基本の、何事にも終わりを落とす。なるほどね。今の世界にもね。何？天からケバインクを降らせて、世界のバランスを正すだけさ。今日は終わり。明日が始まる。いや、そうさせるわけにはいかんよね。じいちゃん奪われて。あ、ロケットか。おじいちゃん？おお、残酷な。カラカラになって、ただのスルメイカになった。そんな。どういう物語なんこれ。ふう、びっくりしたわ。急にチューされたもんでの、ちょっと体が辛くなった。スルメにやったるっていうか、生きてんじゃん。じいちゃん、よかった。確かによかったっちゃよかったけど、姿どうして吸い取られたからか。でもまだピンチだよ。このままじゃケバインクが降ってきて、みんな毛玉になっちゃう。けどロケットに追いつくのはさすがに無理じゃね？スーパージャンプじゃいけないかな？どうしよう。お、スリメンゴ？あ！お困りのご様子。助けてくれるんだ。あれ、お宝あげたから。イエローウッズをカモン。おお！俺が苦戦したやつだ。ロケットには勝てんでしょ、さすがに。さすがにでもロケットには無理だよ。なんだこれ。もう新しいゲーム始まろうとしてるもん。で、風花が？先生、起こしやす。あれ、なんか、俺の大好きな漫画にちょっと似てる。エイは何する？ヘッドホンくれた。エイどうぞ。何これ？アポロチョコみたいな。おお！ サメライドじゃん。おお！これで？あ、なるほど。頭良すぎん？てか、息ぴったりすぎるんよ。服装も変わってるし。一計三号。うわ、かっこいい。こじゃけちゃん。こじゃけ。さすがに、なんで肩に乗ってないの、こじゃけは。ね、肩に乗ってよ。 で、あ、宇宙来た。え、間に合った。服装が変わってんだよな。金いくらある？あれ、クマさんは？あ、うわ、待って、これは勝てん。君たちも働き者だね。休むのも仕事のうちだよ。え、ね、いいこと言うじゃん。しなさい。永遠の休みをあげよう。ラスボス来ました。
いやー来てしまったか、ラスボス。あああれこれポーズ、なるほどね。じゃあ行っちゃいましょうか。キークラを詰めるっぽいね。キークラ、うおー待って、来てる。もうこれがラスボスでしょう、おそらく。でケバインク、あ、キークラで解放していくと。あーなるほど、この普段からやってたことが、え、ちちちち普段からやってたことが、まままま、この間を通っていくんですね。素晴らしいですね。これをこれでダメ、なになになに、これクマさんに攻撃できるかな。クマさんに攻撃、あ、できないっぽいわ。え、これどうするんだ。クマさんに攻撃できないから、あ、あっこだ、あっこだ、あっこだ、わかったわかったわかった、オッケー、あっこね、あっこね、はい、あれ普通に撃つだけ、あ、撃つだけね、オッケーなんだ、鮭使わなくてもいいのか。なになになに、な、やめてやめて、トルネードは良くない、トルネードはマジで良くない。はい、あ、待って大丈夫でこの辺来るでしょ、これがなんか紀元座みたいに来るでしょ。でこのまま行きまして、これをはい攻撃します。終わりと始まりは、あ、なんて書いてあった今ごめんなさい。これで自分の色に染め上げたらいいんだ、クマさんを。あーなるほど、そういう感じの戦いね。あっちの方がケバインクか、ケバインクあるけど、まあ、キンイクラが落ちてるからね、まあ、それをなんとか集めて相手に攻撃するんでしょ、クマさんにね。音楽はさ、結構トゥクトゥクトゥクって森のクマさんみたいな愉快な曲なんだけどね。さあ行きまして、いやこれ厄介なんですよね、この敵が、この敵が結構厄介で、しっかりとね小鮭と一緒に攻撃していく。ロケット回転してる、落ちないように、あ、ほんとだね、落ち、ちた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 待て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 、ほんとだ、回転してるね。で回転してるから落ちないようにして、さっき見逃したやつを、あれ？あった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 。さっき見逃した金いくらをここで回収して、んで、入れます。オッケー、完璧。で、次に、うわー、そういう感じね。あ、まあまあまあ、これはね、大丈夫ですよ。全然。全然大したことないですよ。さあ、金いくら集めます。はい。いやー、なんか来てた。なんかやばいもん来てたな、今。来てる、来てる。真ん中を通る。よし。これ敵がね、ちょっとね、さすがにね、邪魔なので、それをね、しっかりと。なになになに、これ、なにこれ。怖い、怖い、怖い、怖い。あー、トルネードね。トルネードは、まあ、一旦ね。一旦いいでしょう。いや、これ来てるね。これ、ちょっと一旦避けます。で、その後に攻撃する。待って。よし、いいぞ。でもこの調子じゃ笑うんだろうね。まるで打ち寄せる波のようだね。なんだ、心臓からなんか出てる。え、これどこまで進むんだろう。でも3回やったら多分なんかね、イベントが起きると思うんだ。またどっか行った。さあ次は真ん中かなっぽいよね。クマさん可愛いな。ちょっと可愛いんだよな。このクマさんちょっと可愛いんだよな。なんかラスボス感ないよね、あんまり。で、可愛らしいが結構勝つ気がする。しっかりと、うお、待って。はい。で、これ、いきます。あ、3つでいいのかな。あ、待って、ミスったー届かなかった。これどうなる？どっから始まるんだ？ん？ あ、こっからね、よかった。最初からかと思った。ちゃんとチェックポイントから始まさせてくれるのね。ここちょっと大変だね。んで、ロケット来ますんで、しっかりとやっていきまして、あ、もう、あ、あっちだったわ。こっちで、ケバインクをしっかりと排除していきつつ、待って、危ねえで、しっかり、危ないよ、これはやばい、これはやばい、これはやばい。で、鮭を手前に置いといて、
ちょっとターゲットをターゲットをしっかりとやっていきたい。待って、なんであの子たちは、平然で入れるの？待って、待って、ごめん集中しすぎてもう動画のこと考えてなかった忘れてた完全に。そのまま行きます。あの子倒すでしょ。よし、あー待って、これ来てるね。で、このまま行きまして、なんか狙われてんだよな。ここ、せっかく、あ、これこれで、あ、なんか、あ、なんかピーピー言ってるね、ピーピー言ってる。リアルの音が、リアルの音がやめて。リアルの音が。よし。待って！うわ、メガホンレーザー来てる。うわ、マジで？メガホンレーザー懐かしいな。1の時 ?2 の時もあったんだっけな。うわ、懐かしいの来たな。で、これ、クマさんの攻撃が来ます。まあ、これはね、避けれるんだよね。あれと、あ、2発来る。あ、2発来てたね、今。しっかりと、クマさんの真ん中を攻撃する。いや、でもこれは、あ、待って。あ、ロケットじゃなかった。じゃあ下がってよかったな。で、しっかりと。え、来たんじゃないこれ。え？勝った？いや、終わらんよね。さすがに。クマさん、これぐらいじゃねえ。ふむ。君たち泣かない。ほらね。しかし、時は満ちた。再び、地球を哺乳類のために。落とされたけど。あ、かわいい。まあいいよ。バイキンマン？ガンダム？ガンダム出たっけ？ガンダム？タコワサじゃないこれ。あ！え？タコワサじゃん。敵だよこれ。前回のラスボス。共に守るぞ。うわぁ、かつ、すげえ展開。さあさあ、お立ち会い。立ち上がれは生かしたつわもの。我らが3号さんによる。大熊、早いんだって。えいえい。いや、マジか。今まで敵だったやつが仲間になる展開。いや、これはやばいな。で、このイカね。早いんだよな。聞けば天国。歌えば極楽。あ！来た！これを。塩辛蒸し。これよ、マジで。いや、マジ、あ、かわいい。来た！やっぱこの曲だよな。やっぱり最終はこの曲なんよ。え、何？何？鮭どうした？え、爆発するとかやめて。え？何？見よ。魚介類たちの力が集まってきておる。覚醒するの？鮭覚醒？天より下し、三つの光。バンカーに伝わる。え？え？ほ、え？何や、どういう展開これ。え、めっちゃちょっとテンションがやばい。爆上がりしてる。喉めっちゃ痛いけどテンション爆上がり。え、小邪気ちゃんがクマさんも巨大化しちゃった。かわいい。かわいい。確かにかわいい。あ、俺の髪型もちゃんと。クマさんがケバインクを取り込んだコアを攻撃して小邪気をサポートする。と指令は言っておる。なるほど、コアを攻撃する。ケバインクを巻き縮まらすつもり。地球がある。哺乳類の帰還。哺乳類の帰還。帰ってこんで、良いのじゃが。何を言っていいの？おい、タコワサ。右、操縦席ハッチ。吸引器でコア吸い込め。なるほど、吸引器でコアを吸い込む。そんで、サポートすると。オッケー、わかりました。地球に着くまであと3分33秒しかない。なんでわかんだそんなことが。で、3分33秒以内に ZR。ZR って何？あ、これね。え、で？何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 ？
何これ、え、待って、どういうことえ、なにこれ、これ何、なにこれどういうこと、え、どういうことこれああ、そういうことね、そういうことか、わかりました。進んでいくのね。新しいゲーム始まったからちょっとびっくりしたわ。で、あ、これ、あ、来るから、こういうのが来る場合は、しっかりと、待て。はい。こういうのが来る場合は、難しいな、操縦が。で、これで、コアを吸い込んでいきたい。オッケー、完璧ではないけど。で、まだまだコアがあるよ。大丈夫かな、最初の方、俺、あれしちゃったからな。タコワサこっちじゃ。さあ、行こうか。これで。あ、こういうのも、何が起きた、あ、これ当たっちゃダメなやつね。オッケー、わかりました。当たっちゃダメなやつね。んで、これ、吸い込まない方が早いな。だから、こんな感じで行きまして、コアをしっかりと吸い込む。オッケー、完璧。いける、ピーピー鳴ってる。すごくピーピー鳴ってます。ね、すごくピーピー鳴ってます。ね、皆さん、すごくピーピー鳴ってます。オッケー、完璧ですね。あと2分しかないんだけど、大丈夫かな、これ。大丈夫かな。あとは、クマさんのお尻ですね。可愛いお尻ですね。おー、ちょっと待って。そういうの良くないな。うわ、これ、ぶつかっちゃったらダメなやつね。わかりました。で、アーマーをちょっとね、ゲットしといて、であとは吸い込みに行きます。吸い込みに行って、オッケー、あ、待って、うん、来るから、はい、オッケー、これで吸い込む。あと1分30しかないけど大丈夫かな、これ。待って、一旦ちょっとこの子たちをやっつけます。よし、完璧で、この子たちをやっつけて、コアを、あ、来たんじゃないこれ、まだある、どうだ、次で最後か。1分でいけっか、これ。どうだ、待って、これいけないかもしれない。俺最初の方ちょっとね、あのロスしちゃったのよ。クマさんの形してね、このコアたちが。あ、待って、これやばい、これちょっと地球がやばいんだって、みんなねえ、みんな地球がやばいんだって。俺最初さ、ロスしすぎてさ、あのあれをロスしすぎたのよ。だから、ちょっといけるかがわかんないな。いや、これ、ちょっとスーパー着地使おうか。で、こんな感じで使いまして、33秒なんですけど、ね、皆さん、33秒なんですけど、あーん。全部、おう。その日、宇宙に巨大な毛玉が誕生しました。でもまあ、バッドエンド見れたからいいんじゃない?OK! で、最後だよね。いや、ここね、難しかったんだよ、確か。さっきね、やってて、あのね、隕石たちが、クマの形した、なんか皮肉な隕石たちがめちゃくちゃ、もうなんてこれ、落とされるの。これがね、結構辛かったので、あ、吸い取れないんだ、やっぱりこれ。いや、これがね、きつくて、これがね、非常にきつくて、いや、マジで、これ。これがね、オッケー、この距離でいいんだ、この距離で。で、しっかりと、ここでもスーパー着地使う。オッケー、スーパー着地をここで使っていきつつ、待って、大丈夫か、危なかった。よし、で、このまま吸います。まだ来るかな、敵来そうだな。え、待って、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、だいぶ離されたな。で、これをそのまま行きまして、いけるかな、あとちょっとなんだけど。 OK、 来たんじゃない、止まらないの。吸い込んだエネルギーまとめて返す。なんだこれ、なんだこれ、何これ、おお丸焼け、おお丸焼け、どうする、どうなる、これ大丈夫か、あと27秒、おお、いったんじゃないかな、これどうなんだろう。
かわいそうだったけど、ちょっとクマさん焼け死んだよ。君たちには負けたよ。あらゆる面においてね。過去を思うように強く、今と未来を見つめるのは、実に、なんとか。私の仕事もこれでおしまいかな。それじゃあ、お疲れ様。うおぉ、いや、ちょ、待って、巻き込まれてるって。これは巻き込まれてんだよ。よく帰還したな。ああ、めっちゃ画質いい。あ、なんだ？鮭だもんな、俺の相棒の。どうなっちゃうの？死んじゃうとかないよね。大丈夫だよね。大丈夫？大丈夫？消失するとかないよね。そんな悲しいエンドは嫌だ。あ、大丈夫？あ、よかった。よかった。よかった。使いは、あの、力を使い果たして、やられちゃったとかだったら、本当にもう、嫌だったから。ありがとうね、小鮭。地球が救われたよ。一回滅んだけど。一回滅んだけど。さあ、どうなるんだ、これ。え？あ、ニュースが始まるぞ、多分これ。ニュースが始まる。あ、またピーピー言ってる。こんな時に、スリメ連合がお送りするバンカラジオの時間じゃ。えい、始まるよ。これいつも通りですね。さあ、どうなる？えい、これは、あ、来た。なんじゃ、万太郎。えいえい、臨時ニュース、臨時、そうだ。電池ナマズがね、戻ってきたんだよね、確か。捕まえられてたんだよね。おー、かわいい。あ、揺れてる。前からあんなんやった。ともあれ、無事で何よりじゃ。よし、次。えいえい、まだあるよ。なんや、万太郎。今日はえらい騒がしいな。塩からずのニューシングルが発売それヒーローモードのこっちじゃないの。えい、ここはスリミ連合の島。バンカラ町じゃよ。そんなハイカラなもん。ん、この顔どっかで見たことあるよな。そうだよね。ヒーローモードの時の1号ちゃん、2号ちゃんなんだよね。えい、まさか。これはあの、姉子たちじゃ。姉子たちのニューシングルじゃ。おめでとうございます。えい、なんて書いてあるんだろう、これ。イカ子だかわかんないな。姉子たちのニューシングル。このスリミ連合が全身全霊、嫌い、気合を入れて応援してもらいます。よう、ほほじろや。それでは聞いていただきましょう。潮からずの潮風の星。待って、エンディングだ。エンディングです。初めて聞く、俺、ちなみに。潮風、あ、待って、これ、撃てるタイプだ、これ。何これ。あ、あ、宇宙だからこういう風に飛んでいくのか。グリーンピースがいっぱい飛んでる。うおー、ポン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 っていってる。やっぱすげえおしゃれだな。うわ、アングルも変わるんだ。うわー、いや、おしゃれすぎる。ごめん、これはふざけられないよ、俺。ちょっとふざけようかなと思ったけど、いや、いやー、これいいなー。いやー、でも長かった。いや、長かったな。うん、ごめんね。なんかなかなかね、動画の時間が避けなくてね、スプラトゥーン。いやー、ようやく終わったって感じですね。いや、難しかったね。てか、まず難易度がね、正直言うと、あの2の時よりも 3,4 倍ぐらい難しい、本当に。あのね、本気で、あの、冗談抜きに言うと 3,4 倍はガチで難しかったですね。いやー、これ楽しいな。前はね、こうエンディングロールをこう、なんつうんだろうね、広げていくっていう感じだったんだけど、今回はなんか弾が飛んでいくだけっぽいよね。まあ、それだけでもこのエンドロールはおしゃれだけどね。いやー、いろんな文字フォントとか使ってるもんね。やめてね。こういう時にピーピー言うのやめてくんなよ、本当に。ちょっと待って、ファン、ちょっと待って。ピーピー止めてきます。いやー、すごい。あ、なんか丸いだぞ、これ。あー、かわいい、かわいい、あれ。いやー、かわいいなー、これ。星、星だね。青い星だわ。いろんな星がある。これなんかウィンナーの星みたいなのあるけど、わ、すごいな、このなんかさ、いろんな文字フォント使ってんの、これ。
わかります？で、絵もすごい綺麗だし、このエンドロールのさ、なんて言うんだろう、この地球の周りを回っているかのようなおしゃれ感。いやー、スプラトゥーンやっぱすごいな。みんなに愛されてるゲームだけあって、もうなんて言うんだろう、完成度がさ、だんだん上がってきてんだよね。もうクオリティがさ、1から2変わった時にさ、俺画質とかも見たんだけどさ、もうなんかインクの感じとかも全然違くて、リアリティになって、動作とかもさ今風になって、で2から3って正直そんな変わんないかなと思ったけど、あのね、もう全然違う本当にね、進化してるなってね、すごい実感しますね。いやー、これは楽しかったなまあ正直疲れた部分もあるっちゃあるんだよ、特に喉あるんだけど、やっぱね、ヒーローモードはね、それ再生数とか、まあ、全然なんですよ。全然ないんですけど、それでもやる気があったっていうのかな。それぐらい再生数とか評価とかコメントが全然なくてもあれなんですよね、やる気にさせてくれるっていう、それだけの魅力が詰まってるから、絶対全クリしたいなと思ってたんで、いや、できてよかった。もういろんな人がかかってるもんね。でも全部英語だからわかんない俺全部英語だからわかんないんだよね。文字ファンとかいいっていうことだぐらいだよね。マリオさんがいる。マリオクラブクルシャシャシャキャキャって書いてありましたね。俺の名前とかないかな。あ、俺の名前とかないかな。インクの感じがこれあれだね。宇宙だからこう、なんつうんだろう、ビシャーって感じじゃなくて、割と液体みたいな感じで残ってるのが逆にリアルだよね。宇宙行ったことないやつが語っておりますよ。皆さん、宇宙に行ったことないようなやつが、こんな感じだよねみたいな語っておりますよ。いやー、よかった。これ外国人の方とかもね、いろんな方がやっておりまして、なんかね、裏クリアした後なんかあるって聞いたのよ俺。そうだから、それもちょっと楽しみではあるんだけど、いや曲がいい、いや曲がいい。え、待って、これちょっと後でまた YouTube で調べて聞こうかな普通にね、いい、めちゃくちゃいいです。これやばいかもしんない、俺のミュージックリストに入るかもしんないな。任天堂ありがとう、ありがとうね。スプラトゥーン、これで終わっちゃうけど、あー、でもこの静かな感じで終わらせるのいいね。これで Thank you for playing って出るんじゃない。あ、あー、かわいい、このイラストかわいいな、めっちゃかわいい。イカとタコね。まあ、俺がイカ選んだからイカだけど、あ、Thank you for playing。 いや、マジでありがとう。こちらこそ、もうすっごい良かった。もうすっごい、話もすげえわかりやすいし、子供でもわかるんだけど、こうグラフィックとか綺麗でね。何が言いたいんだ俺まあとりあえずね、もう神ゲーですねこれは。うん、ストーリーだけ遊ぶ、スプラトゥーン遊ぶっていう人でも全然いいぐらい、満足できるぐらいすげえいいし、楽しかったし、いろんな要素が詰まってたから、もういろんな面で楽しめたね。ありがとうございます。いやー、すごい。お、ヒーローブレインレプリカありがとう。これをくれたと。ヒーロースーツレプリカ、あー、着てたやつね、これ。レプリカの足の、あ、これもそうだわ。なんかね、ネット対戦で使ってる人いたわ。なんかこれ、ステッカー？こじゃけがいる。これだ！目覚めの地ってどこだ？俺、初めてじゃない？目覚めの地ってどこだ？はい、とりあえず、今回はこの辺で終わろうかなと思います。で、次回ね、秘密の夜間、行きたいと思うんで、よろしくお願いいたします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。スプラトゥーンまだちょっと続きます。よろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。